皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の IXE460 です。今回の動画は少し日数が経ってしまいましたが、オールドレンズ紹介の第2弾となります。今回は手持ちのオリンパスのレンズを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初に手に入れたのがですね、これですね。こうキャップ外した方が分かりやすいのかな、こういう感じですね。オリンパスの OEM システム随行 MC-OTO-T35mmF2.8 となってます。もともと 35mm は欲しかったんでキヤノンのを買おうかと思ったんですけど、 3.5mmF がね 3.5 しかなかったんですよ。それでたまたまこっちのオリンパスの方のを見つけたら 2.8 があったんでこちらを購入しました。購入時期が2018年4月で、購入価格がなんと800円です。めっちゃ安いっすよね。やっぱね、オリンパスのこういうオールドレンズってあまり人気がないんでしょうかね。弾数はそんなにキヤノンに比べると多くはないと思うんですけど、かなり安く手に入ってます。前玉の方なんですけど、すごく綺麗だなと思ってたんですけど、さっき見たらなんか前玉の中側にちょっと白いカビかなんかわかんないですけど生えてきてますね。前見たと買った時はこんなのなかったと思ったんですけど、もしかすると防湿庫に入れてたんですけど、ちょっとなんか出てきてるのかもしれません。そして後ろ玉の方はこんな感じですね。結構後ろ玉の方も綺麗だと思います。中にねゴミとかも入ってないんですごくいいんじゃないでしょうか。800円だったらね全然いいと思います。結構ねツイッターの方にはこれで撮った写真とかも上げてますので、もしよかったらフォローの方お願いします。あとね、この頃の望遠レンズってやっぱりちっちゃいですよね。マニュアルフォーカスということもあってすごく小さいです。それとあとフードですよね。フードがこんな感じで伸び縮みするタイプになっているので非常にコンパクトに収納できるのもいいところです。そして F の方なんですけど 2.8 から22、まあだいたいこの辺はね22っていうのがオールドレンズのスタンダードなところじゃないでしょうか。あとは最短焦点距離がこんな感じで 1.5 メートルまで寄れます。まあね、中望遠レンズなんでまあこんなもんかなと思ってます。結構ねこれで花の写真とかを撮ると結構ね綺麗にボケてくれるんで、これのレンズはすごく気に入ってます。星でね撮ったことあるんですけど、やっぱり昔のレンズだけあってパープルフリンジが結構出ますよね。それ以外を除けば結構シャープなレンズだと思います。はい、その次がですねこちらの方となります。OM システム G 随行 OTO-S50mm1.4 となってます。こちらの方なんですけど、動画には上げてなかったんですが、今年の正月に実家に帰った時に父が使っていた OM-1 についてたレンズとなります。 OM-1 の方はねもうほとんどとりあえず撮れますというぐらいのもので、ほとんどジャンク品に近い状態だったんでね、もうブログとかツイッターに上げただけで動画の方は撮りませんでした。このねレンズの方もちょっと分かりにくいんですけど、前玉の方はね比較的綺麗なんですが、後ろが少しねなんかカビらしきものが入ってて、中に結構ねゴミが入ってるんで、撮るともうゴミだらけでどうしようもない感じなんで、本当だったらねもう廃棄してもいいぐらいなんですけど、またね次回がちょっとねいつになるか分かんないんですけど、機会があればね分解整備とかしてみたいなと思ってます。それはね面白そうなんで動画にしたいなとは思ってますけど、まあ正月休みにねできればいいんですけど、ちょっと道具ですよね、カニメレンチとか手に入れてないんで、ちょっといつになるか分かんないですけど、まあ早いうちにやりたいなと思ってます。なのでねこれでほとんど撮影というのはやってないです。ただ単に防湿庫の肥やしとなってますね。そして絞りの方なんですけど 1.4 からと16となってます。ちょっと AF が合ってないですけど16ですね。ちょっとこれは F がちっちゃいですね。それから最短焦点距離がと 0.45 メートルとなってます。結構これもね寄れますよね。
以前紹介したね、キャノンのニュー FD の 50mm が全然寄れなかったんで、それに比べるとかなり寄れるなっていう感触です。よいしょ。はい、そして最後がこちらとなります。これですね、オリンパス OM システム F 随行オート S50mm1.8 となります。これはですね、先ほど言った 50mmF1.4 が使い物にならなかったので、たまたま北村に行ったらですね、あったので購入しました。購入時期なんですけど、今年の5月で購入価格は2000円となります。こんな感じで前玉も結構きれかったですし、あと後ろ玉もね、こんな感じですごくきれかったですし、実際に撮ってみたらね、中にゴミとかもなかったんで、 50mm で撮影したいときはこのレンズを使うようにしてます。オリンパスのレンズってね、こうすごくコンパクトで軽いんですよね。それでいてね、あの FD の 50mm とかと違ってプラスチッキーな感じではなく、ちゃんとした金属のね、質感とかもあって、すごく気に入ってます。この辺のね、コンパクトで軽量っていうのは今の OMD シリーズなんかにも受け継がれてますよね。まあ向こうはね、マイクロフォーサーズということで、その辺のもあるのでコンパクトにできるんですけど、ボディのねデザインなんかも結構 OM1 を踏襲してるんで、なかなかあれもね、魅力的なカメラですよね。そしたら実際につけてみましょうか。これでキャップ閉じてと、キャップの方なんですけど、基本的にはヤフオクで純正品のを買うようにしてます。これ 135mm に関しては社外品なんですけど、たまたまね、これも北村で行ったらあったので購入しました。そしてレンズアダプターなんですけど、 FD と一緒で、ちょっとピントが合うかな、これはね合わないんです。はい、こんな感じで、こうすっかな。 FD と同じようにカーネルのレンズマウントアダプターを使ってます。結構ね、これはあんまりね、無限遠とかでピントが合ってないという感じもなかったんで、もしかするとあの FD の個体差の問題なのかなっていう気もします。じゃあちょっとつけてみますね。よいしょ。合わせてこんな感じですね。ガチャッと。オリンパスのレンズはね、バイオネット式なんで、この辺は楽ですよね。 FD はね、結構めんどくさい形になってるんですけど、なんであんな形にしたんでしょうね。やっぱりあのプログラム AE を使いたいからだったんでしょうか。すごくね、あれだけ違うんでややこしいですよね。はい、こういう感じになります。ちょっとね、見切れちゃってますけど、すごい OM レンズはコンパクトなんで、この EOS M6 によく似合ってますよね。めっちゃかっこいいですよね。こういう感じでいつも撮影には使ってます。はい、今回はですね、こんな感じでオリンパスのオールドレンズですね、この3本の紹介となります。もうね、オールドレンズの方は最近は全然もう手を出してないです。結構ね、好きな人なんかはヤフオクとかで買ったりとかしてるんですけど、まあコレクションするようなタイプでもないんで、もうこれぐらいでね、欲しい焦点距離っていうのは大体揃ったんで、これでいいかなとは思ってます。まあね、あとできればもうちょっと 85mm ぐらいあってもいいのかなと思うんですけど、結構ヤフオクとか見てると高いので、もうそこまでは手を出さないようにしてます。大体ね、あのいつも北村で買ってるんですけど、やっぱりヤフオクはちょっと怖いっていうのもありますんでね。それとあと北村結構ね安いんで、2000円ぐらいでこの辺のねレンズが大体手に入るんで、北村が一番自分には合ってるかなと思ってます。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。